はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケット始めていきたいと思います。プレゼント、日吉はるかです。好きなものは可愛いものです。さあやってみましょう。農園で収穫できます。ワールドボスガチャ、またしかもらえない。一度、メダルガチャがある。1回がそうなってるんだな。だからこちらもインフレ化してますね。いろいろもらえます。 WBC 即観戦チケットなどですね。ケーキもいただきました。農園で収穫できます。アクセス抜群ですね。プレゼントが届いています。下なんだろうこれは。22個。さあ続きしましょう。先週までなかなかうまく勝てない状況で、天皇賞春は7着と惨敗です。やばいやばいこの状況。ベストバ体重は変わらないですよね。474キロ。十分ですね。嬉しそうですね。2500は余裕で走れるんだよな。あとは宝塚か。そこまで待ってられない。ハロー記念が距離加減、このままちょっと長距離寄りすぎてる感じはありますよね。さすがに3周ぐらいはやらないと。そういえば、いいですね。正面が問題なのかもしれないが、いい感じですね。最近
32秒台っていうのも出てきてますからね。変なケーキが出てきた。リニューアル記念ケーキっていうのがあります。まずまずですね。つまりこれを使うといい感じですね。早期も疲労を改善する。うーん、難しいな。宝塚しか出すレースがない。宝塚はご覧の通り、タブリーデ、デビュー&ルーミー、ドリームシップ。A、 A ですか。まだ馬体はいい感じですね。おとなしい機械。472kg。高回復だから。まずまずですね。どうかな、宝塚記念。これならティッシュ。何かご用でしょうか。馬体が。これ2kg増えた。ベスト馬体重が。よく見えてなかった。2番人気です。お、2番人気。ただいまより投票受付を開始します。しかも20丸が2つついてます。これで騙されてはいけないっていう感じがありますが、ラブリーデーとかいろいろ、ラキシスとかヌーボルコウトとか出てますけどね、果たしてどのような結果になるのか。G1 宝塚記念です。やはりゴールドシップが要注意。タオスターレット、前回天皇賞は7着惨敗でしたが、どこまで頑張れようか。さあ、各馬を迎える緑の夢のステージです。宝塚記念、いよいよスタートです。今年もあなたの、そして私の夢が走ります。どんよりとした阪神競馬場に開くあなたの夢はゴールドシップか、それとも片野スカーレットか。果たして先頭に行くのは、片野スカーレットが上がってまいりました。その外からは11番ハレンミノティック、そして内からは6番ラブリーデイ、それから離されましてラキシス、外から1頭12番東方ギャッカル、そしてその後ろから東線スターダム、その外10番湘南パンドラ、そしてそのうちに3番ヌーボレコルト、外を通りまして9番ワンアンドオンリー、ここにいたゴールドシップ。果たしてこの影がいつ生から銅に変わりますか。これと一緒にディアデラマドレ、第2コーナーから向こう流し、それから4番デニムアンドルビー。もう一度整理しておきましょう。先頭を行くのは1番カタノスカーレット、1馬身リード6番ラブリーデイ、それからもう一頭カレンミロティック、この辺りちょっと離れている8番ラキシス、外を通って東方ジャッカル、東線スターダム、そしてその外に湘南パンドラ、それからもう一頭3番ヌーボレコルト、ワンアンドオンリーがその後ろ、それからゴールドシップ、徐々に徐々に差を詰めます。ちょっと離されましてディアデラマドレ、4番デニムアンドルビー、これがしんがりであります。さあ阪神競馬場は大歓声であります。
パタナスカーレット大歓声も後押ししているぞ。3番手にラブニーデイ、外からはパレンミロティック、先頭意地を見せるか。パタナスカーレット届くのかどうか。ラキシス、ノーセンスターダムが襲いかかる。外からラキシス、それいけ。パタナスカーレット内田のイラム押せ。1着ノーセンスターダム、そして2着はラキシス。なんとか3着に頑張った。センスターダムか、ま、天皇賞には着地を上げてるんですけどね。惜しかったですね。1着7番、いやペースが早かったか。2着8番、3着1番、以上のように確定しました。レースを終えた馬が戻ってきました。気合十分ですね。いい感じですね。放牧をうまく生かすことが大事です。ご存知ですか？結構頑張ってましたね。坂が響いてたかもしれないけど。ご存知ですか？競馬場によってやっぱり相性の差ってあるのかもしれない。何かご用でしょうか？今回はここまでですね、させていただきたいと思います。よろしければチャンネル登録高評価お願いします。ブログツイッターやっております。説明欄にアドレス記載します。よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画のプレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。